はい、東京理科大学理工学部やばい。情報学科の皆さん、こんにちは。サバヤンキーブスでした。しゃー、やばい、挨拶抜けた。頭から初めてこんなこと。はい、ということで本日はね、もっこいトロイハイ頑張ってきております。よろしくお願いします。あぶねー、あぶねー。1、3、 OK、 ちょっとね、あのタイミング合わせのためにも、しっかりと、ちょっと1、3の記録を言わせていただきました。ということで本日ちょっとね、不穏な感じが流れておりますが、きっと大丈夫でしょう。きっといい成績残せるでしょう。頑張ってきます。さあ、ね、この部屋ね、なんかね、モサチツクラミーが結構うろついてるんで、少し不安要素もあるんですけども、まあなんとか立ち向かえると信じて頑張ってきます。さあ、これ全部交換出たー。無期懲役アイテム、無期懲役アイテムでございます。これ、私最近命名しました。これも使っていく、使ってって、早くね、早くね。30、おい、やめだ、今日やっぱダメな気がするわ。もうダメだこれは。もうあいつ引いてきたら終わる。よかった、話と通じるやつだった。さあ、まだ12だけど、はい、このスターをうまいこと使えばきっとまだ望みある。佐々木希はまだ捨ててない、俺のこと絶対大丈夫。こっからです。ここでまずスターを使います。で、強いアイテム引きます。弱すぎる、シャレにならんぐらい弱い、シャレにならんぐらい弱いって見た。ちょっと集中、本当に集中。ちょっと嫌な予感がする、本当に。切実嫌な予感がするんで、まずここで1個使うじゃん。で、ここでスターを使いながら、木の位置やばすぎ。それはそれはやばいんだよね。あのキラー強すぎるんだよね。あ、もう最悪、キノコ2つじゃ勝てないって。さっきからどういうクソアイテム出てんだバカ野郎、マジでどうやって勝つんだこのクソアイテムだよ。終わった、シンプルに終わったわ。やっぱ挨拶見せるとこうなるんだよね。挨拶できないとこうなるんです、このゲーム。すげえ。はい、ちょっと切り替えましょう。第2レース、ハイラルサーキットへ。ということで、完全に出番のしくじってしまったんですけど、1レース目なかったことにして、2レース目以降集中すれば間違いなくまだランクインのチャンスは残されてる。1レース目9位取ってしまったんだけども、そんなことはもうない、なかった、そんなこと。ここ俺の記憶から打ち消した。スタートということで頑張っていきましょう。あー、もうちょっと本当に、さっきね、ノラでアップしてる時もクソ調子悪くて、なんか今日本当に多分ダメな気がするんだよな。もう実際、実際あのこれ包み隠さず言うと、本当に今日は調子は悪い気がする。昨日が調子良すぎた分、今日は調子悪い気がする、本当に。だから今日、ちょっと俺の神的なムーブを期待してる人は、ちょっと、もしかしたら期待に添えないかもしれない、期待に添えない走りになってしまうかもしれないが、それでもお許しいただけると嬉しい。さあ、しかも今日東の方向って名前走ってるからね、それもかなり響いてくるはず。ジャンプリアクション、さあ、ミーターも食べて、スカルプディ何に当たったの、意味がわからない、もはや。まあでもこのアイテムを即使いしてはならない、絶対に。さあ、メダル、待って、危なすぎる、本当に。まあ、バックスなしたら本当に泣くよ俺、危な。アイテム1個取って、ありがとう。ラグで、ラグでちゃんとねえ。まあいいや、スター引いたからいいや、大丈夫大丈夫大丈夫、全然大丈夫。前キノコね、で1位が少し抜けてる感じになってるから、これ絶対こうダブル割りたい。止まりすぎ、止まりすぎなんだよこれ。 OK、 大丈夫大丈夫、これ回避狙うわ、回避狙いに行く。回避サンダー回避すれば全然まだある、望みが、望みがまだ全然あるから。アイテム1個取って、誰も持ってないの、キラー。うわー、もう来たよ無期懲役。もうこれが来ると勝てないんだよね。あ、今日やばいわ本当に、正直。さ、赤コーラやばすぎるんだよ。エイトは効いてないって、後ろからねえ、トゲじゃん、無理じゃんそんなの、そんなのマジで無理じゃん、クソなんだよアイテムが、どうしてくれるんだよ。よし、ねえ、お前のその被弾のせ、まだいけるまだいけるまだいける、落ち着け落ち着け落ち着け、あれ間に合わない、間に合わない、間に合わないという冷静な判断をして、危ない、キラーに当たるという冷静な判断をして、これもうダメだ、もうダメなんだよ。みんなキラーなのに、なんで俺だけクソゴミなんだよマジで。もう本当に今日マリオカートやめたい。なあ、どうしようかな、こうやる気がなくなってしまったレースはどうしようかなってやって聞かれたら、答えはただ一つ、やる気を出すしかないんです。第3レース、キノピオハーバー、もうマジで最悪、ここもう本当にさ、
スタート。相手分が悪い時ってこうなるんだよね。うん、やはりね、俺はね、自然使ってる以上やっぱりアイテムの多少頼っていかないと無理なんですよ。それがあの噛み合わない、このようにね、噛み合わない、もう本当に噛み合わない。もう最初の挨拶で全てが崩れた。情報科学化を忘れてしまった。科学情報化か、どっちか。もう危な、俺ちゃんと割り切っていこう。割り切っていくわ、割り切っていくね。ちょっと引くのなしね、引くのなし。まして、どこにいる。よし、いなくなった。よし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 、お前調子こくね。俺これ使うから。あっぶな、また無期懲役アイテムだよ。本当にいらないんだよね、ガチいらない。オッケー、スター引いた、なら許せる、ならまだ許せる。さあ、爆殺中いろいろ警戒して、1位がまた離れてるんだよ。マジこう早すぎる、走ってるやつらが。危ない危ない危ない。アイテム2つ取って OK、 ナイス。あー、また無期懲役。もう本当に無期懲役のマキシマム記録をやめてほしい。これで神谷来たら俺本当最悪だわ。え、俺多分8のスターパクってたわ。もう無敵ぶっぱでいくわ。本当はこの後多分神谷降るんだけどね。めちゃくちゃ無敵時間長かった。あ、最悪、もう見えない、その手でさ。あ、もうこのアイテム取れなかったら本当もう罪なんだよね。風もらって、ガッツリ避けて、なんだかんだ5位にいるけど裸だから、もう本当嫌な予感しかしないんだよね。後ろスターとかいろいろごちゃごちゃ上がってきてる。あ、やばい、それやばい。アイテム、もうそう無理じゃん。リカバリー、よし、1個使って、よし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 、なんとか上がってこれてる。オッケー、アイテム1個取って、俺が取ったよ、キノコ1個取って、よし、大丈夫大丈夫、まだ耐えてる、耐えれてはいる。ガッツし壁ゴンしながら、一応メダル10枚、後ろキノコ大丈夫で、後ろからキラーですか。アイテム1個でいいから取ろう。で、このキノコで最後ショート化してどこまでいけるか。よいしょ、やれやれ、よしよしよいしょよいしょよいしょ、よい、もう全然ダメ、もさすぎる、この部屋がシンプルに。おそらく無理無理です。もう俺どうしたらいいか分からなくなっちゃった。逆にどうしたらいいか、この状況で分かる人いたら教えてください。何をしても、とにかくちょ頑張って前行ってみようかな。これ一切のこと、ここ頑張って前行くわ。スタート、打開をしようとしすぎてる俺は。だから前行くわ、アイテム行こうって。で、気づいたらもう9位なんだよね。前行こうとしてる人間気づいたら9位っていう状況、どう思う、みんなは。さあ、メダル2枚ね、メダルを集めたいんだけども、ここね、メダル集めらんないんだよ、前にごちゃごちゃ人がいると。シングル取って、もうキノコ使いながら、メダル欲しかったな、ここ欲しかったな、メダル、メダルいっぱい欲しかった、いっぱい欲しかったのに全然集めれなかった。で、がっつりこっち、あー届かない、無理だ。メダル1枚2枚3、オッケー、ナイスナイス回収、これは今素晴らしい回収だったね。これキノコ使って、オッケーオッケー、3位まで上、ファイアフラワーやだから危ねえ、ファイアフラワーやだから、キノコ使って前に出ると素晴らしい判断、褒めたい、自分を褒めたい。今のはあれ、ガバってる風に見えて実はガバってないんだよ。トゲまだ来ないかな、トゲ来たら結構おいしいんだけど。オッケー、ちゃんと緑コラも剥がれてはいない。さあ、いい集中写真してるよ。これちょっと1個投げ込んでみる、ワンチャン当たる、当たらないか。これちょっと1個交換してワンチャン、ファイアフラワーだったら赤コラ消せるから、なんだかんだこれ まだ行きたいけど行けないんだよね、行きたいけど行けない、無理はしない。これ投げ込んでみる、投げ込んで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 、アイテム行こうって。後ろスタートがやばくねえ、なんかアイテムが全員てか1位早すぎてさ、どんどん離されるんだけど。アップでなんとか受けて、さあ時計もいってる、さあどうでしょう、こっからパン2つ置いといて、スプラトゥーンをこれで消す、いいんじゃないか。もう1個使って、赤これ投げて、オッケー、キノコ2つあるよ、これ前行っちゃう。で、キノコショートカットして、危ない、ミルケガシリー、オッケー、やっとそれっぽい走りできたよ。1位でもおかしくなかったけどね。
いい走りだったんじゃない、あそこで瞬時にキノコ使って前に出ちゃうっていうね。オッケー。なんかまだ26点なんだよね、やばくない？はい、という第5レースはねじれまんそうはね、てことでもう前半起こってしまったことは、うん、まあ切り替える仕方ない。うん、ここずっと引きずってもしょうがないんで、スタート後半から、うん、目の色変えて髪の色を変えて髪の毛生やして増やしてリンコツジャンゼリ精神で、なんとかする。もうそれしかないんだよ俺には。結局俺にできることそれしかないんだよね。でこの初手キノコ使えば何でも使わなかったんだろう。でもなんか判断が鈍ってんだよな。アイテム行こうってさあ今7位ね。メダル欲しいな。メダル取れないんだよこの状況じゃ。で前に赤コーラだから、その赤コーラ絶対吸いたくなくて、これもう使っちゃう。でこれバナスタ狙ってみる。うおすごいとこだって。これちょっと止まってでパンパンダブル前置いてる。オッケーオッケーで、オッケーキロさん引いた、ナイス。オッケー一人やっといてね。ちょっと待って、やばいマジで。ここ危な、誰マジでメダル1枚だね。誰よ本当に、誰ぞお前ら。ちょ一回止まるわこれ。メダルないから、メダルないから言ってもしょうがないんだよ。テイちゃん使う、テイちゃん使って、キロさん、うん、まあこれもショート回いっちゃおうかな。もういっちゃおう、これはいっちゃおう、これいっちゃって、迷わずいっちゃってダブル潰して、うわ強いぞこれ、これは強い、これ雷来るぞ、これ雷来るやつだ、これ回避できたら勝ちでしょ。これ使うじゃん、雷来たら強すぎるよこれ。どうなる、俺もこれ使うわ、俺もこれも使っちゃって、どうでしょう、ないっすか。だから俺の方が長いのはなんで、あぶね、当たんないで、いや当たんないでよ。で緑これマジ泥、言葉失う、あサンダー持ってるわ、終わった。よかったここで打ってくれて。あもうダメだ、もうでも言葉失う、もう無理です。あのね今日はもうダメな日なんだよ。とりあえずずっとバイパンしとけばいいんじゃねえ。もう昨日のハンマー裕次郎モードの俺は高校どこに行ったんだろう。スタートもうどこに行ってしまったのかマジでわからない。もう今日ミスターサタンで、俺ワクワクピーナッツがいるんだよね。久しぶりに見たわ、ワクワクピーナッツいるんだよ。ワクワクピーナッツがワクピーなんでワクピーがいるんだよお前。今日ワクピーお前知ってる人かだいぶ子さんだぞお前。ワクワクピーナッツ知ってるやつ、ワクワクピーナッツつってやってたからね俺は昔。うん、お前知ってる人だいぶ子さんだから知ってるからみんな。これ1個でいいや、木野さん残しといて、どうせなんか引いてくるから。次もスターもこれ使っちゃっていいんじゃないかな。1位だいぶ離れてるからね。ピーチサーキットとは打開だからもう。うん、あー出たよ出た、スター使ってもう雷来ないからワンチャン早めろ。うわあのゴリラやっとかないとマジやまずいんだよ。ピュン当たれ、ワンチャン当たれ、俺じゃない俺だ。赤コーラマジキモい、赤コーラマジでキモい、この地球上で最もキモいアイテム赤コーラだと思ってる俺。メダル1枚2枚取って、これスター出んじゃない、出るよね。ただこれ3打振るんだよね絶対に。この後振ります、ここで振らなかったら次振る、ここで振る、ここで使うじゃんスター。雷振って、雷振ったら勝てる、雷振ったら勝てる。振らねえ、ダメだ、全部うまくいかない、全部とことうまくいかない、とことうまくいかないマジでやばすぎ。全部うまくいかない、とことうまくいかない。ダブルってめっちゃ荒れすぎ荒れすぎ荒れすぎ、バスン3位、ない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 、バスン
キノコ使っても前行っちゃう。もう分からん、赤コーラとか来られたらもう知らん。ダメだ、来た来た来た、出て出て出て、はいはいはい、ゴミ。相手の第7レースはチツクチツクロツク。もうここまで来たらもうね、逆にもういい順位取りたくない。もうここまで来たら高校こんなひどい時にスタート、逆に最後に中途半端に1位とか取っても何にも嬉しくないから。もうまあ嬉しいけど、本当は嬉しいんだけど、やっぱりいついかなる時も1位の味は嬉しいから。なんでお前もメダル取るんだ。だからメダル取るなっつってんだろ。初手のチツクチツクロツクのメダルは全部俺のものだっつってんのよ。学習しろ、学べって。お前オッケーオッケー、そうそうそう、そうやってメダル残していかないと俺のために。ひどすぎる今日、ひどすぎるわ。純粋にダブル取ってキラ弱すぎない？さすがにおかしいよ。あっぶな。なあなあ、ちょっと停止してさ、スターでなすりつけるとかやめよう。ねえ、やばいやばいやばい、本当にやばい、本当にやってることやばいよ。なぜか6位、やばすぎやばすぎ。もう離れる、一刻も早くやつらから離れる。ダブルは取った。もう危ない。このキノコ取っちゃってグライダーで伸びちゃって、でキラーは避けちゃって、はい、1位がもうガン逃げすぎる。ガン逃げザウルスキラー、まただよ。いつになったら俺はキラー引けるんだよ。1回ぐらいよ、おい、1回ぐらいキラーよこせ。バカ、俺か、俺だったね。赤コーラ秒で飛んでくる、全く相手温存できない。いらねえ、くっそいらねえわ。ボム持ってる、終わる。うますぎ、今の槍うますぎ。キノコ1個使って距離を取って、やばすぎ、もうやばい。さっきから周りがどうする、これ防御意識で良いかな。これも最後、あぶねえ、マジで。うそ、どう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 、うそ、うそ、もうなんかさ、手応え全くないんだよね今日。手応えがゼロ、皆無でございます。手応え皆無、皆無です。はい、では最終レースはまたしてもね、ジェルマンションもコースすら被るというね、クソみたいな展開なんだよね。クソみたいなもうこういうトロフィー入ったね今日。なんでだろうね、このクソみたいな、クソだわ本当に。ここクソ言いすぎてもね、スタートもう頭だからクソクソみたいになっちゃった。俺もう初手キノコ引いてもとりあえず最後1位取っても終わりにしよう。はい、ナイス。はい、これを待ってた、はい、これを待ってたんです。この初手キノコを待っておりました、はい、初手キノコ使っ、ね、邪魔本当に。クソゴリラ、ゴリラまでね、ちょ、マジでやばい、マジでやばい。バナよこせ、初速がす、ごめんなさい、乱しました。久しぶりに乱れたわ、久しぶりに乱れた、久しぶりに映像が乱れて、視聴者の皆さんには深くお詫び申し上げます。映像が本当に乱れました。ほん、アイテムも乱れております、相変わらずね。はい、まあいいでしょう、こんぐらい全然。まだ1周目なんで、1周目関係ないんで、何も投げといて止まりよ俺。これマキシマムキノコ使ってこれを一気に追い上げる。うん、テレサマジいらない、もういらないアイテムのオンパレードなんだよね、マジ で交換できないでしょどうせ。まあマキシマム、あ、マキシマムキノコじゃない、スターキノコさん、まあ悪くはないんだよね。こっからまだワンチャン奇跡起こせるかもしれない、使っとこう。ワンチャンこれ神谷とか降らすやつ、嫌からがいるから。オッケーオッケー、悪くないじゃん、いいじゃん、やればできるじゃん。ただこっから俺が果たして勝てるビジョンがあるのって話なんだけど、多分ないんだよね。さあバックスなどなんだろう、いろいろ気をつけて、使うか、もう使っちゃう。でスターがあるから、このスターをもう一回次割ってダブル交換して、さあさあどう、さあどうだ、さあこの混戦地帯一気に駆け抜けて。お前調子こくな、マジで調子こくんじゃね、俺より先前出るんじゃね、マジで。ダブル取って
ゴミだな。やっぱり今日はゴミだった、すべてが。何もかもがゴミ、何もかもがゴミです、ゴミです、終わりです。はい、という第67回猛攻大学習のポイント53点、うんちです。うんちすぎる、本当に話にならないぐらい、地獄を見ました。はい、ってことで、結果発表いきます。第1位ネイマールジュニアさん117ポイント優勝でございます。第2位もういいかさん114ポイントでございます。第3位サタさん103ポイントでございます。第4位ハシコ配信ハシコおめでとうございます、102ポイント。第4位ミケネコシメケイスケ102ポイント。第4位、高木力102ポイントございます。第7位リューンさん100ポイントございます。第8位ミツキシャープ、ケケラーさん99ポイントございます。第8位、ソダシさん、99ポイントございます。第10位サバイバー98ポイントございます。第10位、モチコ98ポイントございます。第12位、コゴロウオジ、97ポイントございます。第13位アツキーさん、アツキー96ポイントございます。第13位河野原96ポイントございます。第13位ボーボーなボー、96ポイントございます。第16位、小池みなみ95ポイントございます。第16位ボンジンヘッ、95ポイントございます。第16位ガイア星バツシーさん95ポイント。第19位、パンダ94ポイント。第19位無敵のマイキー94ポイントということで、もう地獄です。はい、どうしようもないんで、本当に、ごめんなさい、まあ、調子悪い時もあります。また来週切り替えて頑張ります。22時で今日ね、コラボ動画、上がりますので、ぜひね、お見逃しないよろしくお願いします。またそちらの方でお会いしましょう。バイ。